2010 FIFA ワールドカップ2010 FIFA ワールドカップグループ B アルゼンチン対韓国 2010FIFA ワールドカップグループ B のリーグ戦は6月12日から6月22日にかけて6試合が行われる。グループ B にはアルゼンチン、ナイジェリア、韓国、ギリシャの4カ国が入っており、試合の勝敗による勝ち点などでグループ内での順位が決まり、上位にチームが 決勝トーナメントに進出する。グループ B1 位のアルゼンチンは、グループ A2 位のメキシコと6月27日に、グループ B2 位の韓国は、グループ A1 位のウルグアイと6月26日に、それぞれ対戦することになった。なお、この組はいずれの国も金融危機を経験しており、一部では IMF ダービーと呼ばれた。すべて、南アフリカ自国チ、チーム1部位、チームに。 チーム 1V、チームに、チーム 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 1V、チームに、ありがとうございます。